やっぱクマって鮭食うんですね。スーさん、はい、今まで撮影やってきて初めて、はい、同じお店2回目です。ですよね。撮影運命もあるんですけど、はい、俺が今日どうしても食べたい。それも大事です。予定を大幅に変更しまして、はい、2度目の朝鳥さんに来てます。はい、このね、朝鳥さんの釜飯、はい、うん、五目釜飯を僕は今日どうしても食べたかったの。なるほど。撮影させてもらった時ってさ、はい、コロナ禍だったからさ、うん、そうですね、入れてね、撮影もできたけど、もう今もう並んじゃってるからさ、あ、今日も混んでんだなとか、まあ、今日も入れないなと思いながら前通り過ぎてたんだけど、はい、今日はラッキーでしたね。そうですね。いや、まだ早いですもんね。そうだね、時間がちょっと早いから、はい、よかった。この朝鳥さんは、はい、釜飯注文を受けてから炊くんで、うん、ちょっと時間が大体25分から30分ぐらいまで、ね、うんうん、これ待ってる時間がね、またいいんですよね。どんどん口の中が釜飯になってくる。そうそうそう。ここね、焼き鳥美味しいんですよ。そうなんですか。すっごい焼き鳥うまいの、だけどちょっとこの後10秒があるんで、あんまりお腹いっぱいになるとね、はい、あの眠くなっちゃうんで、カモメシだけにしますけど、皆さんはぜひ焼き鳥から、あとぬたとかね、あれもうまいから、ね、はい、ちょっと一杯やって、うん、それから最後にカモメシ食べてほしいんですよね。来ましたね。来ましたね。ご会長いたします。はい、ご会長。ホタテが入るんですね。そうですね。エビ、カニ、ホタテ、シイタケ、タケノコ、それとこれそぼろですね。鶏ですね。あ、今湯気が来てます。これね、まあ、もう香りが立っちゃってさ、すごいね。え、よし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 、ほらスーさん、ほら、いやいや、うわ、どうですかこれ。たまらんですね。これをね、蒸らしつつ、はい、ちょっと焦げつけなきゃいけないので、一回ここ蓋を必ずしてくださいね。なるほど。いやいやいや、長らく待ちましたよ。長らく待ちました。はい。いただきます。でも本当に香りがすごい立つから、うん、味はしっかりする。うん、うまい。これはうまい。他にちょっと。うわ、綺麗。めっちゃ綺麗。綺麗だね。すごい。いや、綺麗なお花が咲いてます。絶対鮭もいい鮭なんだよ、ね、いやいや絶対そうですよね。いい塩梅だね。いやいやさあどうぞ。いただきます。うん、うん、うまっ。うまっ。
今の今のの三口で食い上がりました。最近ドラマで流行ってますけどね、あなたみたいな男を不摂生にも程があるというんです。変わっちゃってますよ。めちゃくちゃ喋ってたらこれ焦げるから、うん、まあ、おこげ美味しいんだけど、はい、2杯目はちょっとしっとりいきたいんですよ。あち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 、釜に手が、あの気づいてると思いますけど、はい、あの楽しみは最後に取っておきたい。最後の最後。味が優しいから、うん、ゼロカロリーです。ですよね、さっぱりしてますもん。俺は今日ダイエット頑張った。ほら、こいたー、うまそう。いいよ、鮭。やっぱ、クマって鮭食うんですね。クマが鮭に食らう本物の映像でございます。僕より食わせるね。しかし今日もこの力士はよく食べました、ペロッと。ありがとうございます。お腹いっぱいですか。いやでもまだまだ全然入りそうではあるんですけど、でもなんかね、心が満たされた感じありますね。あー、なんかわかる、はい、うわー苦しいっていうんじゃないんだよね。そうですね、本当そんな感じですね。本当心地のいいね、はい、満足感ですよね。この幸福感は最高ですよね。ね、はい、美味しいものを美味しくいただきたい。はい、いやー、美味しかった。美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。